2002年ソルトレイクシティオリンピックのフィギュアスケート競技は2002年2月9日から2月21日までの競技日程で実施された。会場はアメリカ合衆国ソルトレイクシティ市内にあるソルトレイクアイスセンターで実施された。競技種目は以下の男子と女子のシングル、ペア、アイスダンスの4種目である。エキシビジョンは2月22日に設定された。 ペアでは、当初ロシアのベレズナヤシハルリドゼ組が、ショートプログラム、フリースケーティングともに1位となり金メダル。カナダのサレーペルティエ組が、ショートプログラム、フリースケーティングともに2位となり銀メダルとなったが、不正採点疑惑により、双方のフリースケーティングの結果を無効とし、ベレズナヤシハルリドゼ組と、サレーペルティエ組の双方に、金メダルの授与を決定した。 このためベレズナやアンドシハルリドゼ組とサレーアンドペルティエ組の順位点並びにフリースケーティングの結果は明記されない。男子シングルではヤグディンとプルシェンコのロシア頂上決戦に大きな注目が集まった。これまでハイレベルな接戦を演じてきた両者であったがショートプログラムにおいてプルシェンコが4回転ジャンプでまさかの転倒で4位、自力優勝の可能性が消滅する中、 ヤグリンがショートフリーともに1位の完全優勝を果たした。女子シングルではクワンとスルツカヤの一騎打ちが予想されたが、両者がフリースケーティングでミスをする中、新鋭のサラヒューズが3回転、3回転コンビネーションジャンプを次々に成功させ、優勝をさらった。スルツカヤの点数の低さに関しても疑問の声が上がった。ありがとうございます。